はい、じゃあじゃんけん終わってますか。じゃんけん終わってますか。しない。じゃあもう次の試合もじゃんけんしちゃいましょう。結構人数が多いから時間かかっちゃうかもしれない。じゃあ次の試合、0回戦の第3試合呼び出します。シンさんのラムダ、佐久間さんジン、FT さんハクメン、これは誰だ。あーこれ長いな名前が。これとりあえず読み方最初だけ読もうか。これ何、誰に、ミオ、ミオ、あ、ミオにこれって関節キスって言ったらどうなるのかやで。はい、では0回戦第2試合です。さあ決まったようですね。席ついちゃってください。いや1回戦もうなんか公式大会でね、みんなあれなのにもうちょっと不甲斐ないよ。露天ちょっともうちゃんとやろう、ちゃんとな試合。すいませんでした。はい、はい、謝罪受け取りました。はい、では2回戦目、あ違う2試合目見ていきましょう。一匹側、八の椿、二匹側はあちらは誰を座ってますかね。オスカルさんかな、オスカルさん白面。さあ実況をしてない間に椿の体力がいつの間にかハムになっている。何が起きた。さあガーブを決めて、さあダメージを取って体力龍さんもちっちゃくなってきた。さあディードシンからバカも決めて、さあ体力逆転だよ。一気に携帯で攻めていく。ああ暫定指導、さすがにここはバーストして、さあ手身に投げ、さあ混み合ってきた。お互い一発が痛い、一発が怖い。さあ暴れ潰しのホータル、画面端まだ追い込んで、さあ仕切り直し、ゲージ溜まった瞬間吐いてラビットから総理に来て投げ通して、椿が1本、ハーチ1本選手。さあラウンド2、さあ三振ダメージ取って、さあ強気の昇竜、これ早めの昇竜が意外と読みにくい。なんかあのポワンっていう技を出してゲージ溜めながら、さあ護衛体育カウンターヒットから、さあ護衛にページページ固めて、さあなんか着地際にリードシーン、さあ同じような形で攻めていく。技の性遅い、連投げから連か機種閻魔、ダメージが超高い。さあなんか前出しかなんかに逃げようとしたところジャンシーで止められた感じでしょうか。さあラウンド3、さあバーストの有利はオスカルメン。さあ2位で固めていく、下段カウンターヒットして、さあ勝利がまた早い、リスクあるはずなのに、だからどうして通るんでしょうか。さあ混み合った感じの立ち回りが増えてきた。近距離でまた有利取られて、投げには5尾がかかる人、さあ画面端追い込んだのはハクメン、スコパン刺して追い返して画面端を脱出。さあゲージ溜める、1個あればなんとかなるか、立ち回りでごまかして、さあ空中浄化されて、さあグレンまで使って固めたがちょっと逃がしてしまう。溜めからの投げ D、ゲージ使ってワンコンボ参戦取って、さあアストラルがあるよ。さあもうどう考えても1本溜めてガープ決めりゃ勝ちとしか思ってない。さあラビット使った珍しい、さあここで出してきた、さあバーストして、さあダイブリーダー椿投げつかにペイタルだが見せてしまった。さあ混み合ってきた、非常に混み合ってきた、ゲージまで一歩あって、さあ一気に入ってしまうが革命陣なら簡単に溜めれますよと。さあ2位からゲージ足りない、1本足りない、ガン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 押して残り10秒だから、アークメンがもうプレッシャーかけながらいって投げ通して、これは倒しきる。さあハッチ、ハッチいろいろごまかした。
さあ、では大将戦です。名前なんてお呼びしたらいいんですかね。キメンさん、あ、キメンさん。なんかまあなんかいろいろあって、1P 側せっちゃんカール、 2P 側キメンさんの悪面。さあ、FT にね、もう完全にトラウマ植え付けられてますからね。あ、でもうまい、全然うまい。ああ同じような、あの 4C が超えられないカルルが見える。さあストップ4が始まっている。早くもゲームが違う。さあ姉さん切ってバリア張って、さあ強引に姉さんとか言いながら大事にしてない、全然姉さんを縦にして、さあ悪夢未だノーダメージ、緊迫した状況のまま30秒が経過。さあ攻めに行けない、あの縄跳びが越せない。さあワンチャン掴むか。さあ一気に前を詰めて画面端を追い込んでプレッシャーを維持したい。触った、どっから崩す、裏回り、さあ来たカルルタイム、はい裏回り、さあ 4D もう1回やって 4D2 回目やって、さあもう1回挟み込みで姉さんが死んでる、姉さーん。さあダメージそこまでではない。さあカウンターアタック切り返して、まだ画面端維持して、さあ姉さん帰ってきた、ちょっとミスってしまったようだが残り16秒、ゆったりと構えても大丈夫に、リー取られて大丈夫じゃなかった。紫投げ、おっと今すごい微妙な感じだった、危ない、あー甘えるからバリア張らないから。さあ露天、お前が言うな。さあ死亡ブログって言葉に甘えた露天が、さあ裏回りからボンボン見せてしまうが、また下段で崩し直して裏回り、姉さんがちょっと動いてなかった。さあボランテ、姉さんボールは避けて、一応カルルがキスを出しつつ、さあまた姉さん縦にして投げ抜けて、さあどうする、さあ一気に攻めてきた、中段崩してパクメンが触る、おお、アレグレット投げて、アレグレットじゃねえや、ビバーチ投げて、さあカエルルが厳しい、さあ弾み込みはワンチャン、ここでどこでワンチャン、ちょっとワンチャンミスった、おバースト読み当てに怖いタックを出されて、さあ白面ゲージないけど、あーと 5B の硬直にジャンビーが刺さる、なんだそれは。さあせっちゃんがいるから俺今日決勝だよとか言ってさ、ハチさんが出てきて、あとハチが息巻いている、俺が勝てばいいんだよ。さあハチの健闘に期待。まあハチさんね、白面も使ってるからね。